アセスコノリーはアメリカ海軍の駆逐艦、スプルーアンス級駆逐艦の17番艦。艦名はリチャード・ランシング・コノリー提督にちなむ。コノリーは1975年9月29日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で、寄港、1977年6月3日に、浸水、1978年10月14日に収益した。 1980年8月から12月までコノリーは中東派遣部隊の一部として展開した。1981年10月から1982年2月まで再び同様の任務につき、その後1982年9月に再び地中海に展開。この際はレバノン沖での作戦任務にも従事した。1983年6月、南米諸国との毎年の合同演習。 ムナタス・トエンティフォー法に参加する。コノリーは中南米諸国の港を訪問し、各国海軍との訓練を行った後、12月に帰還した。1984年の改装工事でトマホーク巡航ミサイルによる対地攻撃能力が付与された。SH-60 が実用化されると搭載機による対艦対戦能力が向上した。しかし、 マーク112アスロック発射機は左右の甲板に設置されたトマホーク用のマーク143走行発射機により旋回範囲が制限され実用性を失ったことから撤去された。また、後に開発されたマーク 41VLS が最大61発のトマホークとアスロックを搭載できるの対しマーク143走行発射機は一機で トマホークのみ4発と少ない。そのため、マーク143走行発射機2機を搭載した、本艦はマーク 41VLS を搭載した艦より早く退役することになった。1985年10月に再び中東派遣部隊の一部として展開する。任務終了後1986年4月に帰還し、1987年6月に、 再び地中海に展開、その後1989年と1992年にも同部隊と共に展開した。1993年にはハイチに対する国連、制裁に加わり、サポートデモクラシー作戦を支援した。コノリーは1994年6月6日から6月10日まで、フランスで開催された第二次世界、大戦戦勝記念祭に参加した。 同年、イラクに対する国連制裁支援のため、アラビア半島に展開、海上封鎖に従事した。配備中の1994年7月12日、62名の船員が乗るパナマ船籍のフェリーエールローロが火災を、生じ、救難要請を受けたコノリーは救助のため現場に、急行した。61名のエジプト人船員は船を放棄し、 すでに5層の救命いかだに分譲退避していた。コノリーの救助チームはエールローロに乗船し、火災が手をつけられない状態にあることを確認した。艦に戻る前に、チームは行方不明であった船員1名を無事発見した。コノリーは1998年9月18日に退役指導日除籍された。しばらく、 フィラデルフィアの海軍艦艇保管施設で保管され、イリノイ州ウォーキガンで博物館船として公開する案も浮上したが、2009年4月29日に標的艦として海没処分された。ありがとうございます。